ストリングレベル別入門。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いします。まあ、今回ですね、ステップ初心者から上級者に至るまでのこのステップをですね、流れを、僕の個人的な、意見で、まあ、このストリング、このストリング、このストリングってこうステップアップしていくといいですよといったお話、差し上げたいと思います。まあ、これが必ずしも 150% 正しいわけではないんですけども、まあ、何かの際にですね、あ、ここら辺 のレベルのストリング使ってるから、まあ、自分はこのくらいかな、あ、でもこのストリングイマイジだから、こっちに戻した方がいいのかな、それともこっちにステップアップした方がいいのかなとか、まあ、いろいろありますよね。まあ、そういったのをね、ご踏まえてお話し差し上げたいと思いますので、もしよろしければお付き合いください。ちょっとでも話の内容があったら、こういうボタンとチャンネル登録、またコメント欄にご意見、ご感想、ご要望、お書きください。では行ってみましょう。まあ、まずその初心者初級者のレベルで、まあ、ストリング使っていく時っていうのは、もうまあ初めはサービスガードとかも安い価格帯ですよね。まあ、そのまあ、ゴーセンさんでいうところ、こうミクロスーパー、いわゆる2000円前後の価格帯、まあ、1000円後半ぐらいの、ラケット、まあ、ストリング、まあ、ミクロスーパー、まあ、で、まあ、初めはね、こうボール飛ばすなんとなくこう感覚をつかむために、まあ、とにかくガットが張ってあれば、まあ、OK かなっていうところから、始まると思います。で、まあ、ある程度、まあ、僕の意見ですけど、フォアハンドストローク、サーブ、ね、ボレー、なんとなくね、ボールをこうね、飛ばせる、まあ、空振りじゃなくて当たるようになってきたら、まあ、次のステップですね。まあ、どのメーカーさんもその一番安い価格帯のストリングがあると思いますね。まあ、それはミクロスーパーの位置と同じような感じでね、そういったストリングをこう使用されてって、まあ、ある程度技術ね、形だけ、もう空振りとかしなければ、ある程度当たってればもういいです。それができたら次のステップに、行くといいと思います。まあ、初中級者から中上級者ぐらいまで使えるんじゃないですかね、次のストリング。こちら。はい。AK プロまたはマイクロナイト、まあ、この2つ、どちらか使っていくといいと思います。で、まあまあ繊細な打球感が欲しければマイクロナイトなんですが、将来的にポリを使っていきたい、積極的に自分からボールを潰していきたいとなると、 AK プロの方がちょっと反発力と打球感のバランスがいいかなと。マイクロナイトね、手元の感覚いいし、まあ、切れる人は切れるんですけど、 AK プロってこの弾く感じも強くプラス打球感が良いので、まあその初中級レベルになってきた時に、まあミクロスーパー使ったらね、その低価格帯の使ったら AK プロにステップアップする。ただやっぱこの打球感を大事にしたい、あと手元の感覚を大事にしたい、例えばこうボレーとかもこうタッチのショットをね、磨いていきたいって方は、まあマイクロナイトでもいいのかな。で、この2つどちらでもいいと思います。で、特にマイクロナイトの場合は、ハイブリッドにしていっても良いと思います。で、それでこう切れるようになるかならないか、 AK プロに関してはもちろんね、あのジュニアの結構ね、こう発展途上の子とかだんだん切るようになりますけど、まあ、大人のレベルだとね、切る前にこう歪みが、ね、強くなってくる、ね、でこうすげえこう穴がポコンって開くような感じで歪んでくることが多いので、まあ、そうなってきた時に、まあ、次のステップのストリングに変えていくのが、良いかなと思います。まあ、AK プロでハイブリッドもいいと思うんですが、個人的には、まあ、マイクロナイトのハイブリッドの方が、 AK プロのハイブリッドはね、ある程度のレベルにならないと、うん、切れないし、なんかちょっとね、あんまり意味がないかなとまでいかないですけど、ね、ちょっともったいないから他のにした方がいいんじゃないかなと思います。で、ある程度それが意識できたら、今度はね、打球スイングロスをなくしていきたいですよね。ある程度入るとか入らない別にして、10球に1回ぐらいいいボール入るようになってきたら次のステップ、まあ、これ中級者以上、まあ、この中級者っていうのは別に技術というよりも感覚ですよね。まあ、自分で打った感じが、あ、これアウトかな、これインかなとか、あ、なんかいい当たりしてるなっていうのが分かるようになってきたら、はい、バイフェーズかイソスピード、この2つを、試していかれると、良いと思います。で、イソスピードってね、ナイロンマルチの雰囲気がありながらポリマルチなんですね。で、バイオレンズはナイロンマルチなんですが、両方とも、まあ、要はナチュラルに近いクオリティです。なので打球感と反発力がね、すこぶるいいです。なので、どっちか気に入る方、イソスピードは 1.20 と 1.30 で、ね、バイフェーズは 1.18 からあるので、結構 AK プロマイクロナイトを使っててちょっといまいちだなと思った人も、細いゲージ貼っていくんだったら何の問題もありませんし、ハイブリッドにしても、はい、すごく良い打球感を得ることができます。なので、まあ、ここら辺のですね、バイフェーズイソスピードもここら辺になってくると、ボールを潰すとか、エッグボール、グイッて落ちるボールね、
打てる兆しが出てきますので、あの打球感だけが良くて、ね、反発力が悪いとか反発力が良くて打球感がちょっと落ちるっていうストリングを使っていくよりも、ここのどっちかのストリングを使っていく方がスイングロスも少なくなりますし、効率のいいスイング、スイングスピードが速くなって、プラスヘッドが加速するようになります。ヘッドが綺麗に加速しないと、ストリングも切れないです。ストリングを切れる技術がないってことはボールをただ弾いて飛ばしているだけになりますから、まあ、この2つのストリングのチョイスが大事になってくる。ある程度、まあ、切れるようになっていたら次のステップかなっていう、はい、まあ、切れる、歪む、削れるぐらいでいいと思います。切れなくても削れる、歪むが、激しくなってきた場合は次、もうこの次はちょっとポリですね。で、まあ、僕はあの他の動画でも上げてるんですけども、ツアーバイト、ハイパージ、この2つがメインになってきます。で、まあ、ここはね細いゲージからありますから、自分がプレイして、まあ、2,3 回プレイね、まあ1時間半か2時間と考えて 2,3 回プレイした後に削れてんのか、溝ができてんのか、ノッチができてんのかを確認しながらゲージを合わせていくと、良いと思います。で、 1.05、1.10、1.15、1.20、1.25、1.30 と6種類ありますから、自分ので、重いボール自体打球感をしっかり感じたい人はツアーバイト、ある程度の反発力と打球感を感じたい人はハイパージと分かれてきますので、ここは自分の好みで、いいと思います。で、まあ、あの人によってはねハイパージの方がいいんだけど、まあ、重いボールはツアーバイト打てるかなとか、ツアーバイトはちょっとね長い間プレーしてるとちょっと疲れてしまってだんだんスイングパフォーマンスが落ちてしまうからっていう方はハイパージとか、まあ、ここの2つってこう両極端にありますから、できればこう対になってのをうまく使いながらストリングが切れる、ストリングが削れる状態を持っていくといいと思います。で、まあ、ここまで来たらある程度125、130のストリングでツアーバイト、ハイパー G で完結してもいいと思うんですよ。別にここはもう上級者の方も使われてます、アスリートレベルの方も使われてますから、全然問題、ないと思います。で、そこがこうクリアしてて、いやもっとちょっと欲しいな、まあ、ラケットとかにもよりますしね、その人のこのプレースタイルにもよりますし、まあ、ラケットによるところが大きいと思います。なってきたら、この次のステップというか、まあ、派生ですよね。ツアーバイト、ハイパー G の太いゲージ 125、130 使えるんだけども、もうちょっとこう違うコンセプトで欲しいって方は、リンクス、アルパワー、ブラスト、この3つを使っていかれると僕の中では良いかなと思います。で、まあ、リンクスはね、あのスイングスピードによってこう伸縮はねしっかりしてきますし、でアルパワーはねやっぱこう根強くファンの方もいらっしゃいますし、やっぱ実際にねコーチとかアスリートレベルの人結構アルパワー使ってる人、多くなってきます。ボールを潰していきたい。でアルパワーはね細いゲージがありますから、それが魅力的ですよね。 1.10、1.15 ってありますからね、そこを使えるんだったらね逆に 1.10 あったっけ、 1.15、1.20、 はい、ごめんなさい、ありますから、まあ、そこら辺使っていくことで、まあ、腕への負担も軽減できるし、ボールを潰すといった、はい、動作がよりこう的確にできてくると、さらにいいボール打てる可能性出てきます。で、まあ、ブラストとかも丸ガットだとちょっとねって、今リンクスアルパーだとボールが落ちないんだけどって方はブラストを使っていっても、はい、ブラスト 1,2,5 で、いいと思います。強いボール打つことができます。まあ、ここら辺うまく加味して、で、特にやっぱ週末プレイヤーなんかね、仕事されて週末プレイヤーなんかだとか、あとね仕事が不定期な方とかは、あとそのテニスのレベルがちょっと最近ちょっと低迷してるなってなった時は、まあ何らかのそのずっとテニスだけに注げるわけじゃないじゃないですか。そうなってきた時に勇気を持って1個ランクを落とすというか1個とか戻ってあげるのも大事になります。例えばツアーバイト、ハイパー G やって最近全然削れないし切れないなってなった時は、やっぱり打球感と反発力のバランスがすごく悪くなっていますので、そしたらこうバイフェーズ、イソスピードに戻すとか、ちょっとハイブリッドに戻してみるとか、そういったのをこう繰り返していくことで正しい技術身につくことができます。必ずしもポリを使ってるから上級者っていうわけではなく、ちゃんとこうスイングロスをなくしていく取り組みをしていくっていうのは大事なんです。例えば、まあ、実際にまあ私とかでも、ね、ちょっとこうレッスンしててね、あんまこう強くボールを打つことが少なくなってくると、やっぱストリングの削れ方ってやっぱり落ちてきたりするね。そういう時に、ね、ちょっとゲージを、ね、ポリで例えばツアーバイト僕好きなんで、ね、120に落としてみたりとか、115にしてみたりとか、あとは、まあ、ハイブリッドにしてみたりとか、イソスピードバイフェーズを使ってみたりってたまに挟みます。そうするとそのある程度こうステップアップしていった中で一個こう原点に戻っていくと、意外とあこれが足りないからボールストリングに変化がないんだなっていうのを気づくことができますので、結構この勇気を持って下げるっていうのも、貴重な動作になります。はい、なのでね、
初心者からアスリートって考えるのも一つですし、まあそのテニスをね、自分がこうしばらく空いたらちょっとこうね、感覚を戻すための動作としても、この今回挙げたですね、この段階的なストリングの選び方って結構重要なので、よろしければご参考ください。はい、今回はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。ではさよなら。